彼はもう人ではない。世界から恐れられるモンスター。はいどうもチェリーです。ワンホビ動画の続きやっていきます。まずはポップアップパレードですね。ゆるキャンのなでしことりんちゃん、あららら、出るんや。これは一体何でしょう。あれ何やろ、名前が見えへんかったね。でアクアの水着バージョン、このスパも予算出ますね。これネメシスかな、あ、ヤミちゃんとネメシスダブルで、もうトラブルに関しては結構水着姿が多いですね。これはあれや、フェアリーテールかな、ばっくり。あ、食後美咲、すっごい胸に食い込んでる、いいね。あ、窓マギも、もうほとんど人気なやつはポップアップパレードでドスンと出てくるんでしょうね。これリムルとミリム、一番向こうはシズさんかな。あ、このミリムめちゃめちゃ可愛い。え、これ良くない、普通に3900って考えたら。これ東宝やね。うわー、結構凝ってる気がする。まあトラブラー可愛いっちゃ可愛いけど、他のやつすごいね、ゴツンっていう感じの激しいポップアップパレードになってる。おいおい、筋肉だるまばっかりやがな俺。エレン、これも、あ、台座の形がすげえ。え、値段一緒これ、今見えへんかった。これしがらきやね。マジで花山薫なんか夜道で出てきたら失神しますよね、あれ怖すぎて。これはレーシングの車になるんかな。これ前回もあった気がする、全く一緒の絵柄かわかんないですけど、なんか似てるね。地下かな、ここは。地下はこんな感じになってて、初音ミクとかのグッズが販売されておりますね。でミクのフィギュア集ですよ。うわー、メンドロイドマジで何個ぐらいあるんでしょうね。もう10、20じゃ効かんのかな。え、ネンドロイドの除菌箱なんかあんの、あれ多分なんか引っ張ってってくれるやつやんね。え、いいなー、今のかわいい。アスナちゃんでも出てほしいね。でここはちょっとメンテナンス中と。いや、このやつめちゃめちゃかっこいい。どうなってんの、これ何バージョン、バーチャルポップスターバージョンやって。ちょっとこれ尋常じゃないでしょう。お値段むちゃくちゃ高そう。次はレーシングと着物というか和装みたいな感じのやつですね。あー、やっぱレーシングもいいね。ちょっとね、またあの表情が違うんですよね。ポップな感じというか可愛らしいミクになっておりますよと。これすごいぞ、ランドオブザエターナル。うわー、あー、これ細かいわ。点々みたいなのいっぱいついてるでしょ、このランドオブエターナルに。何なんか知らんけど、髪の毛も透き通ってて、後ろもね結構クリアなパーツも使われてて、で台座が綺麗、もみじ柄でね、なんとも幻想的なフィギュアになっておりますわ。ここからはブラックロックシューターが続いていくんかな。バニー姿でございます。いやー、お胸の開いた感じがまたね、貧乳好きにはたまらないんじゃないでしょうか。まあここも貧乳嫌いっちゃ嫌いじゃないけど、あの浮いた感じは、まああんまり好きではない方なんかね。やっぱりがっちりしとってほしい。でこのフィギュアすごくない、どんなサイズ感になってんのって。いやほんま浮き上がってますもんね。うおえ長っ、30センチの物差し確実に超えてそうなぐらいのサイズ感でしょう。で、ポップアップパレードやらフィグマかな、これフィグマですね。でかいんよ、大砲みたいなやつが。これポップアップパレード、ちょっと台座まぶしくない、めちゃめちゃ蛍光なイエローやし。でエンドロイドと、台座がめちゃめちゃ特別感ありますやんか。でさっきのエンドロイドと同じような台座のガチガチフィギュア、割れちゃってますもんね、ど真ん中から。あー、でも台座もかっこいいけど、フィギュア本体もものすごいクオリティしてますね。綺麗な造形やこれ。あ、これちょっとちっちゃめやね。まあ、ちっちゃく感じるだけかな。あー、来ました、ロキスイ来ましたよ、ロキスイ。ちょうど今ねやってるから、またかわいいってなってる人多いんじゃないですか。国王もそのうちの一人でございますよ。なんかちょっと一体だけつまみたくなっちゃうキャラクターですもんね。
杖もしっかり。で、これペルソナかな。ストーンって感じ。ビシコー、足ひっくり返ってんもん、これ。で、これ弾丸論破かな。うーわー、どない、飛び散りまくってるやんか。すごいな。ひっついてんのかな、あれ服にも。あー、めちゃめちゃ欲しい。アルベド、あの胸元にいつもある雲のやつが太ももにベターンひっついてる状態。これは多分あのイビルアイと似たような感じのサイズ感になるんかな。台座に関しては羽が大変なぐらいでかい。うん。でライザですわ。これはまあまあまあ予約ももう始まってるやつですよね。2022年の11月発売ってなってますよと。で隣見て、どえー、うわー、ライザのちょっと太もももお胸も両方抜群なバージョンですよ。で、シャドウハウスエミリコと。バケツから水出ちゃってるんですよ、あれ。すごいでしょ。しっかり。で、シャイニーカラーズを言って。めちゃめちゃ綺麗な色やし、名前読まれへんねんけどね。黄緑ええねん、さっきの。で、このね、アークナイツなんかな、俺ちょっとようわかんないんですけど、めっちゃすごない？結構鳥肌もんですぜ。生で見た時の威力多分やばいんでしょうね。髪の毛の色感はすごいわ。台座もなんか石のお店で売ってるような石ですもんね。石じゃないけど。カラスも杖とかいっぱい止まっちゃって、これちょっと信じられないぐらいのクオリティな気がするよ。でドルフロかな、ドローンがあの提灯飛ばしてくれてると。これもドルフロっぽいね。なんかおっぱいがものすごいでかいわ。おお、あ、懐かしい。おお、サターニャやったっけ。なんかさ、あ、そう、サタニキア・マクドウェル。なんか井上尚弥と戦った相手にそんな名前がおったような気がするけど。危ないフィギュア来ましたね。もう目が完全にいっちゃってますもん。ほんま怖い目してるわ。地位も相まってね、怖さが倍増してる気がするよ。あ、レク君や。バッチーンやるところやね、これ。指ぶっ壊れるまで。あ、後ろに映像もちゃんとついてていい感じですね。で、この爆豪が俺一番びっくりしたんよ。爆発してる感じがちょっとリアルすぎません？色味とかね、ほんまに爆発しちゃったっていう感じに見える。で、デク君とステインが戦ってるシーンですよね。めちゃめちゃでかいやん、これ。そりゃ2体おるからでかいですけど、すっごいかっこいい。いや、ちょっとこういう2人で戦ってる姿のフィギュアとかも今後ね、国王も欲しいなと思いましたよ、これ見て。もうアスナのルームウェアバージョン、こちらの商品会場初公開やって、おっぱいテランテランなってるし、なんか過去一可愛いような気がするんですけど、この慈愛にあふれた表情。誘ってんのかな。で、多分ね、アスナちゃんがおるからもう困ってるんですよ。どこ打つぞどこ打つぞみたいな、もう行っちゃえみたいな感じでこっちに行っちゃいましたけども、最後は鬼滅の刃のフィギュアで終わりですかね。バズモットとこのフィグですかね。まあまあ、これも洋さん出るとは思いますよ、今後も。あのタヌキ可愛いな、タヌキチたちが。はい、まあそんな感じで第3弾も控えてますんで、楽しみにしておいてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。